で、なんか生活に変化ってございましたか？そうですね、私個人で、その時ずっとあの正社員で働いてたんですよね、うん、やっぱり街の雰囲気が全然違うので、はい、なんていうのかな、札幌はね、やっぱり割と都会なので、はい、まあ、外に出れば結構割と何でもあったり変えたりっていうのがあるんですけど、はい、こっちに来た時にやっぱり駅出た時にちょっと正直何もないと思った何もないっていうところ、ちょうどなんか駅校舎をリニューアルしてる最中だったんですけど、はい、周りの意味がないなっていう印象から、なんか本当に暇を潰すところがないっていうところからですか。ああ、そうですね、ありがとうございます。ちなみにこれも皆様に聞こうと思ってたことなんですけども、旭川に移住してから、あのゴキブリって見たことって、ゴキブリって見たことありますか？ゴキブリはない。あ、札幌でもないですか？札幌でも私はないです。あ、なんか北海道には、ね、ゴキブリいないっていう、なんか本州の中ではなんかその伝説というか、なんかそういうなんかことがあって、あ、本当に皆さん見たことないのかなっていうのが気になっていて。ないですね、うん、ちょっと見たらびっくりしちゃう。あと、今なんかちょうどこの時期なんかは、あの野生のクマの目撃とか、あのすごいニュースでやってますけども、なんか旭川に移住されてから、うん、ちなみに野生のクマって遭遇したこととか見たことってありますか？熊はない。でもなんかこう、あの熊の風化がみたいのを見かけたかっていうのは、うん、ああ、そうですね、はい、これもやっぱりあの本州で言うと、北海道に行ったら熊いるよとかってでも、ね、そう、何十年もいられる方が今まで見た会ったことないっていうんだれば、確率は相当低いのかなと。そうですね、はい、まあ、熊はないけど、キツネとか、はい、あ、なんかね、エゾリスはよく来ますか？うん、鹿の方います、ね、なんかキツネとかはその辺にいますね。そうなんだ、うん、なんかキツネって本当に生で見たことないので、あ、見てもね、なんか分からないかもしれない、なんか犬とかと勘違いしたかもしれない。あ、そうそう、一瞬そう思うと思います。 あとですね、あの、こちらお父様今、はい、3人ですよね。なんか僕もあの子供行って旭川に来てすごいいろいろ遊びに行ったりするんですけども、うん、僕個人的にも聞きたいんですけど、お子様とよく遊びに行かれる場所ってありますか？そうですね、次回だったら、まあ、ちょっとね、今コロナでなかなか行けてないんですけど、はい、フィールの中にある森の森とか、結構行きますし、なんか公園とかもね、割と遊び場ってその遊び場所はすごい充実してるなって改めて思ってて、うん、すごい、なんか本当これ無料なのかなと思いつつも、なんかあったりもするので、そこはすごい嬉しかったです。はい、ちなみに、あのお気に入りの公園、あの僕もなんか朝から大きい公園多いなと思ってるんですよね。はい、お気に入りの公園ってございますか？なんだろうな、なんか子供たちは割と好きなのかなって思うのが、あのカヌーの森とか、あのフクロウのやつですね。はい。行ったことない。すごい。じゃあぜひ夏、また来年行きたいと思います。仕事上も結構あると思うんですけども、地域の方との交流っていうのは結構ありますか？今はそれこそ友達ができたのであるんですけど、はい、その時は本当に知り合いも友達もいなくて、はい、ちょっとしんどかったんですよ。あの僕も今その状態なんですね。結構こういう仕事とか活動上いろいろ知られる方多いんですけども、なんかプライベートとかでなんか友達って、僕もあと妻も今いない状態で、もうずっと家族といるっていう形になってしまうんですけども、そうですね、はい、
友達って どういうきっかけでできたりしたりました。ですね、まず一番最初は本当に私暇つぶしの英会話サークルみたいなのをまず始めて、そこで何人かできたっていうのがまず最初なんですよ。でその後に、まあ、会社に就職するんですけど、就職して、まあ、その後1人目が生まれたので、生まれてからやっぱり人間としても子育てついて、なんか悩みを共有できる友達とかがやっぱり欲しかったので、その当時はですね、ミクシーが流行ってて、まだ流行ってて、ミクシーで朝日川のママのグループみたいなのがあったので、そこで、まあ、同じ一年ぐらいのママさんとかつながって、っていうので少しずつ少しずつ広がってきたみたいな感じで。ああ、そうなんですね。そう、なんか今後なんかいろんなそういうサークルとかなんか地域のイベントとかね参加して増やしていきたいなと思ってるんですけど、そういう地域のイベントとかって参加したことってありますか？なんか参考までにどういったイベントとかあったりとか、なんでしょうね、なんか子育て的な、子育て的というか、まあ、ママ向けのイベントみたいなのはちょっと参加してみたりとか、良いところとか、まあ、先ほど公園についてお聞きしたんですけども、まあ、お気に入りの場所とかあったら教えてほしいんですけども、お気に入りの場所ですか？はい、あと、まあ、良いところとか、まあ、何でもいいです。ここいいなっていうところ。そうですね、なんかやっぱり、まあ、私は今子育て真っ最中なので、子育てしやすい街っていうのが今一番大きいかなと思います。なんていうんだろうな、まあ、入りを施設とかもやっぱりちゃんとしてます、充実してますし、遊び場所もやっぱり無料とかでも全部充実してるし、街を歩いてたらやっぱり、今はね、こうコロナで話しかけにくいんだろうなと思うんですけど、まあ本当に特にこうご高齢の方とかも割と声かけてくれる、すごいフレンドリーな方が多いので、スーパー行っても何行っても、やっぱり声かけてくれるっていうのが、まあ、私的にも結構気持ちがほぐれるというか、そういう瞬間が多々あるので、あ、いいですね。なかなかそういうのがないかったりするんですよ。なのでそこは本当に、いい街だなと今も思っています。ありがとうございます。あ、そうなんですね。なんかいいですね。はい、あとこれもちょっと僕個人的な質問になってしまうんですけども、結構僕旭川に来て、ラーメン屋がすごい多いと思いまして、ラーメン今好きではあるったんですけど、千葉県にいたことでそんなラーメン屋巡ったりはしなかったんですよ。そんなこっち来てからいろんなラーメン屋ってあちこち行ってみたくなっちゃったんですけど、結構ラーメンとかって食べに行ったりされます？そうですね、最初来た時はラーメンの街とか行ってました。なんか斉藤さんが思う、なんか難しいと思うんですけど、ナンバーワンのラーメン屋ってあったりしてた。個人的に、はい、個人的に、三日月さんですね。四条通りあったんですか？ラーメン三日月さん、ありがとうございます。ちょうど行ったことないところでした。そうですか。なんか何食べても美味しい。ありがとうございます。旭川に移住して今度は大変だったこととか、困ったこととか、もしあったら教えてほしいんですけど、ね、なんだろうな、なんかこうプラスアルファの娯楽みたいなものはやっぱりちょっと物足りない感が最初あったんですよね。やっぱり流行のものとかじゃあ買いたいとか、そういうのとかの時にお店自体がないなっていうこととか、ありますかね。なんかやっぱり最初はそのつながりがないっていうところから始まるから、じゃあどこでつながりを作ったらいいんだろうがやっぱり一番悩むと思うんですよね。私もそこだったので、最初はそこが詰まったかな。まあ実際そうですね、つながりがないとなかなか、なんかいいね、そのつながるきっかけとかが見つかるといいんですけど、ありがとうございます。ちなみに、まあでも札幌からですと雪とかは慣れていらっしゃいますよね。
雪、はい、雪の生活とか。そうです。でもこっちの方が多いですよ。あ、札幌と比べてだと多い。多いです。あ、そうなんですね。そうですね。近く大変かも、明日も。まあ僕は今それを覚悟して、今ちょっと冬を迎えようと思っているから。なんか旭川に移住してからなんか思い出に残ってることとかっていうのはございますか？思い出。はい。思い出、なんですかね。なんだろうな。なんかやっぱり、なんだろう、まあ。もちろんずっとここに住まれてる方もいるんですけど、はい、結構その、また私みたいに旦那さんの転勤できるとか、何かしらのきっかけがあって、まあ、縁もゆかりもなければ来たみたいな人も割と多い地域なのかなと思うんですよね。そういう人たちは最初大変なんだけど、つながりができて、もしまた離れていくっていう時に、なんかその時のつながりがすごい、なんていうの、強固できてきて、なんか本当に温かくつながっていられる人が多いのかなっていう印象があります。あ、なるほど。まさにちょっと数日前に引っ越してきた友達がいるんですけど。あ、そうなんですね。はい、なんかその人がやっぱりつながり、ここでのつながりがやっぱり一層なんかね、思い出というか宝物っていうようなことを言って、いいですね。はい、なんかやっぱりここで支えられた人たちというか、はい、なんかよかったのかなという感じです。貴重な代表、多分いろいろありそうだと思うんですけど、なんか教えていただいてもいいですか？そうですね、なんだろう、仕事的な話というか。あ、そう、はい、いいです。まあ、私やっぱり転勤族、一応10年いるんですけど、はい、転勤族でもあるのでいつ動くかわからないんですよっていうのがあって、でまた子供がいてっていういろんな自分の環境とかライフステージを考えて、今自分で仕事してるんですけど、はい、なんだろうな、なんかやっぱりこう生きにくさというかが感じる女性はまだまだいるなと思っていて、私は今やっぱり考えてる方へのなんかメッセージがあればお願いしたいんですけども。自分を考えてる方へのメッセージ、はい、そうですね、まずやっぱり子育てをしている方とかは、はい、なんか本当に住みやすい街じゃないかなと私は思っています。で、なんかいい意味で田舎の部分といい意味でちょっと都会というか、まあ、便利な部分が融合してる街ですし、空港が近いので、うん、例えば東京とかそっち側に住むとアクセスがすぐできるとか、新千歳空港にもアクセスはしやすいんですよ、ね。はい、空港ってやっぱり新千歳空港と中入って結構、ああ、そうですね、はい、空港がサクッと行けるので、そうですね、サクッと行けますね。そういう意味でも、割とサクッと行き来できる場所っていう意味でもすごくいい場所かなという気がしています。ありがとうございます。はい、こんな形でなんか旭川のすごいいいところたくさん行ってたりなのもありました。本当にありがとうございます。はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。